フランシスコイルナンデス・デ・コルドバはスペインのコンキスタドール。ヨーロッパ人による最初のユカタン半島発見の報告をもたらした1517年の遠征で知られる。エルナンデス・デ・コルドバのユカタン体験以前の経歴についてはほとんど知られていない。1517年、キューバに住んでいたエルナンデス・デ・コルドバは現状の生活に不満を持つ110人の開拓者と共に キューバ総督、ディエゴ・ベラスケスに、新しい土地と資源を得るための遠征の許可を求めた。オシモンドーの末許可が下り、1517年2月8日に、エルナンデス・デ・コルドバの指揮する3隻の船が、サンティアーゴ・デ・クーバを出発した。遠征隊は、ユカタン半島への上陸を果たし、マヤ文明を発見した。しかし、チャンポトンで、マヤ人の襲撃に遭遇し、 メンバーの多数が死亡した。エルナンデス・デ・コルドバ自身も負傷したが、なんとか、キューバに帰還することができた。しかし、そこで待っていたのは、ディエゴ・ベラス・ケスが、不安デグリハルバを次のユカタン遠征の指揮官に任命したとの知らせだった。落胆したエルナンデス・デ・コルドバは、遠征中の負傷と極限の乾きがもとで、キューバ帰還の数日後に死去した。 エルナンデス・デ・コルドバが遭遇したマイア文明は、ヨーロッパ人が新世界で最初に遭遇した、旧世界のものと比較し得る頑丈な建築物と、複雑な社会構造を備えた文明だった。この遠征の報告は1518年のフアンデグリ・ハルバの遠征と1519年のエルナン・コルテスの遠征を促し、最終的にスペインによるメキシコの征服につながった。ベルナル、 ディアスビル・カスティリオは、この遠征隊のメンバーであり、メキシコ征服期にこの時の記録を残している。ありがとうございます。